か。ん？ここからファインなの今日は。ここ行けって言われたんだ。あ、違う違う、五道だと六十、さっき見たとき60分だと思ったけど、若干早かった。いや、でも見ない、さっきのとこで。だって、めんどくさいもん、手続きまた連絡しなくちゃいけないんだもん、保険屋に。めんどくせえ。そっちから来たの？だから、次薬局はあっちからしてくれたじゃん。うん、だからしてくれるから、別にこっちは何もめんどくさくなって。いやいや、だからこっちからまた言わなくちゃいけないんだって。うん、いや、めんどくさいよ、ここ、はい、うん、簡単に言うけど。どうしようか。一回建て替えなくちゃいけないんだよ、多分。あそこはたまたまやってくれたからいいけど、いやあれ、まれだからね。いや、もうなんか病院の方が、もう連携取れてるからやれるっていうか。いや、処方箋はだから取れてないんだって。処方箋は取れてないんだって。何回も言ってんじゃん、それ。いや、だから、うん、そのやり方を次やってて、あっちに薬局がいるから、この薬局とか同じ感じで。やってくれないんだって、だから。知らない、わかんないけど、はい、ここからファインです。めんどくさいよ。いいや、また明日行けば。じゃあ行く？今から。時間待ちはでも無理だ。2時間やばい。なんでそんなに薬配るだけ感じがかかるんだ。じゃあ30人埋まってる。受付が30人だったらそれだけ出してる。あんま想像できない。じゃあ受付して、まず薬の手配して、また先は全部説明しなきゃいけないから。また先はいいよ。びっくりした、30人ってやばいよ。うん、結局ほら、土日じゃないと何行けない人も多いから、そういうことなんて。まあ、下着はいいよ。保険もあれだけ、2割負担になるんだっけ。あ、それは知らない。もう大体金額変わっちゃうので、3割とか。まあ、小山東京さ、やっぱ個人的にかかってるんだったらいい。個人的にかかってるんであればいいけど、保証していますけど。いや、めんどくせえな。知らねえ。それが俺なんだよ。しょうがねえだろ。